アクバルとバイラムハーンバイラムハーンは北インドムガル帝国の最小摂政軍総司令官ペルシア語ではバイラームハーンとも呼ばれるバーブルフマーユーンアクバルの三代にわたって仕えた神でもありハーンハーナーンの称号を持っていたバイラムハーンはトルコ系カラコユンルの流れを組む一族としてアフガニスタンのバダフシャンに生まれた カラコユンルは、西イランに黒羊朝を樹立した部族で、バイラムハーンの父と祖父は、ムガル帝国の皇帝となったバーブルに付き従い、インドに向けての遠征に従軍している。彼自身もまた、16歳の時から、バーブルの遠征に従軍するようになった。アクバルに同伴するバイラムハーンバイラムハーンは、バーブルの後を継いで皇帝となったフマーユンの下で、グジャラートやベンガル。 バーラーナシーなどの戦いで大きな功績を挙げた。また、1540年にフマーユーンがスール朝のシェルシャーにデリーを追われた際にも彼に付き従いイランへと赴きカンダハールの知事となった。1555年7月にフマーユーンがデリーに戻るまでバイラムハーンはその期間までに多大な人力を惜しまずスール朝の軍勢と戦いバイラムハーンは シルヒンドの戦いで功を挙げた。6月に、フマーユーンがミコ、アクバルを後継者に決めた際、ムヌイムハーンをその後継人にしていたが、バイラムハーンがこの先行で交代する形で後継人となり、ムヌイムハーンはカーブルにいた別のミコミールザー・ハキームの後継人となった。同年1月に、フマーユーンが死ぬと、バイラムハーンはその後を継いだ幼少の皇帝。 アクバルの折傷となった。だが、スール朝の残党であるヘイムーが挙兵し、帝国軍との戦いに連勝して、北インドの大半を制圧し、10月6日にデリーを占領した。バイラムハーンは、アクバルと共にこの時パンジャーブで、スール朝の残党を討伐するため遠征していたが、ジャランダルでこのデリー占領を知った。帝国軍2万人に対して、ヘムの軍は10万人を越し、 帝国軍より圧倒的に優勢であることが分かり、戦うか戦わないかで議論になった。家臣の大多数は戦うのは明らかに無謀であり、アフガニスタンのカーブルに逃げた後に戦力を確保することを進言したが、アクバルとバイラムハーンは戦うことを意見し、結局戦うことになった。バイラムハーンはまた、 何の抵抗なくデリーを敵に明け渡したとして、自身のライバルであったタールディーベグを処刑した。11月5日、帝国軍とヘイムーの軍は、パーニーパットで激突したが、戦力の差は圧倒的で、帝国軍はヘイムーの大軍に包囲され、敗北寸前に陥った。ヘイムーが勝利したと思われた時、像の上に乗って、指揮をしていたヘイムーが片目を親でいられて、意識を失い、 彼の軍は混乱に陥った。数時間後、ヘイムーの軍は改装し、バイラムハーンはヘイムーを処刑したことで、第二次パーニーパットの戦いは終結した。帝国軍はヘイムーの軍を大量虐殺した後、同月7日にアクバルは帝都デリーに入場し、ムガル帝国の統治を始めることとなった。その後、スール朝の残党勢力はムガル帝国に降伏したり、 ベンガルやオリッサと地域へと向かった。バイラムハーンは権力を握ったが、ムガル帝国内部では対立構想が始まっていた。アクバルは、失勢バイラムハーンの補佐の元統治を行い、彼のことをバーバーハーンと呼んで徴用した。その反面、アクバルは皇帝をしのぐほどの権力を持つ彼を内心を恐れていた。また、ムガル帝国は、宮廷ではんな派が多数であったにもかかわらず、 バイラム・ハーンは少数派のシーア派であり、彼が支持者やシーア派のものを交換に認じ、その上、タールディベクを自らの判断で処刑したことも多いていた。アクバルが次第に統治に対して責任感を持つようになると、バイラム・ハーン対立していくこととなった。対立の過程で、アクバルは母ハミーダ・バールベーグムやウバであり、ウバ、マーハム・アナが入兄弟、アドハム・ハーンを頼るようになり、 彼女たちは、バイラムハーンの失脚計画を企てた。バイラムハーンは、このような状況でも傲慢で、ある時は、アクバルの像使いに腹を立てて、独断で殺すようなことをした。1560年3月、アクバルは、マーハムアナガラの知恵を借り、バイラムハーンの失脚計画を実行した。まず、アクバルは、バイラムハーンと共に、アーグラを離れて、狩りに出かけ、 マーハム・アナガは、デリーにいるアクバルの母が病に倒れたとの嘘の知らせをアクバルに入れた。アクバルは、病気見舞いを口実に、バイラム・ハーンの元を離れて、デリーに向かい、バイラム・ハーンは、アーグラへと戻った。また、ムヌイム・ハーンは、マーハム・アナガの要請で、バイラム・ハーンが、アクバルの代わりに、ミールザー・ハキームを利用しないよう、彼を連れて、デリーに赴いていた。だが、 計画したのが、マーハムアがガだと分かった場合、彼女はバイラムハーンに報復される可能性があった。そこで、彼女はアクバルを一旦デリーの外に出させ、そこからバイラムハーンとのやり取りをさせた。こうして、アクバルはバイラムハーンの解任を宣言し、バイラムハーンもこれを了承し、クーデターは成功したのである。 殺害されるバイラムハーンアクバルは、バイラムハーンに帝国を自身で統治するという旨を伝え、メッカ巡礼を命じて、引退を勧告し、バイラムハーンもこれに従って、巡礼に向かった。だが、バイラムハーンは、自身の最小位が、部下のバハーデルハーンに与えられたことで屈辱を味わい。さらには、グジャラートに着いた時自分に、恩のある部下ピールムハンマドハーンが追悼に、 向かってきたと知り、パンジャーブに戻って、ついに反乱を起こした。バイラムハーンの反乱は、半年の間は続いた。アクバルは、アトガハーンを追悼に向かわせ、バイラムハーンは、ジャランダルの戦いで敗れ、反乱は鎮圧された。その後、バイラムハーンは、ムヌイムハーンに、自身の殺傷の称号が与えられたことを知り、アクバルに反乱を謝罪し、降伏する、胸の文章を送った。 バイラム・ハーンは、アトガハーンに捕らえられ、アクバルの面前に引き出されたが、アクバルは親切に迎え入れ、自身の指摘顧問か地方の大使として働くか、あるいはメッカに巡礼するか、再び選択肢を与えた。バイラム・ハーンは、メッカ巡礼を選び、グジャラートへと赴いた。1561年1月31日、バイラム・ハーンは、アフマダーバード近郊のパータンで、 アラビア半島へ出発する手はずを整えていたさなか、彼に個人的な恨みのあるアフガン人によって殺害された。アクバルは彼の死を痛み、その妻サリーマスルターンベーグムと息子アブドゥルラヒームハーンはアクバルに引き取られ、前者はアクバルの日となり、後者は後にアクバルの大臣となった。ありがとうございます。